はい、どうも、時刻は10時です。ということでね、これお手軽バンバンジーです。どういうのかというとね、あのバンバンジーの具あるでしょ、あれにごまドレッシングかけて、それで簡単にできます。温泉卵も落としてみました。はい、で味噌汁ですね。味噌汁は納豆、いただきます。うん、納豆はうまい。食べてみようかね。うん、あ、うん、それっぽい。もっとね、ごまっぽいやつ使ってもいい。これはそんなにごまっぽくないですよ。ノンオイルだから、クリーミーさがちょっと少ないね。結構似てます。ただちょっと不安なのは、これ温泉卵ね、冷蔵庫に入れなきゃいけないの、今日出しっぱなしで行っちゃったんですよ、仕事さ。なんで出しっぱなしで行ったかっていうとさ、6時ぐらいにいつも起きるんですよね、目覚ましセットしてね。二度寝しちゃったんですよ。6時50分には出ないとやばいんですけどね。起きたのが、何も準備してないのに6時47分ですよ。本当にやばいですよ。必死です。ただ歯磨きも何もやんないで出たもんね。すごい辛かったですよ。だから駅着いてお茶でうがいしたもんな。で、朝さ、いつもシャワー浴びるんですけど、それもできなくてね。これ買ってみましたけど、言ってました、このクールハイボール、ブラックって書いてあるから、ブラックニッカかなんかだと思う。何がクールかっていうと、ハーブが入ってます。ウイスキーにハーブって入れたりするんだよね。もうカクテルみたいな感じになっちゃう、これ入れちゃうと。ミントフレーバーに冷涼感を感じる香料を使用しております。ミントフレーバー、ミントじゃないんだ。じゃあ飲んでみるか。来ちゃいましたんで、また一周やります。はい、あ、大丈夫でしょう。これだったら自分でね、ハーブ取ってきてもいいし。あ、ほのかにですね、色ついてますね。琥珀色まではいかないです。ついてます、ウイスキーの色。いただきます。あー、ガムだな。なんか違う、やっぱり俺が生で取ってくるハーブとは違う。こういう味じゃないの。ガムだ、作られた味だな。香料っていうだけあってね。まあ、ウイスキーあれよりはします。この前飲んだコーラのね、ウイスキーコークって俺言ったけど、コークってコーラ、コカ・コーラの相性なんだよね。だからウイスキーコーラって言わなきゃダメみたいですよ、他のを使った場合。どっちがメジャーなんですか。コークハイともいいでしょ。俺はウイスキーコークって言っちゃうんですけどね。まあその世代ではないですよ。矢沢永吉とかそういうんだけど、多分そういう歌ありましたよ、確かに。ずいぶん古い歌でしょ、あれ。70年代か60年代の時でしょ、おそらく。まあ、
この辺がいい時代だよね。俺は思いますね。純粋な時代っていうかね。巨船とか、巨船の下を作ってた人たちがもうリタイアしてるでしょ。まあ現役が今40代、50代だもんな。その作家さんが。その人は、あれでしょ。巨船とか見てきた世代でしょ。この前なんかテレビ出てましたよ。巨船が司会やってた。評価高かったですね、やっぱり。相変わらずすごいって。うん、俺もそう思いました。ちらっと見ましたけど、うん、年齢とか無視してもやっぱりすごい。巨船とかあの辺は本当に横暴だけどさ、やっぱり実力あるなと思うよね。態度悪いやつほど、なんか芸能界見てるとそうなの。態度悪いやつほどいいんだよな。ちゃんと有言実行っていうかするんだよね、ニコ生と違って、うん、結局悪評高い人も実力でねじ伏せるみたいなとこありますもんね。朝鮮もそうだけど、応募で態度悪いって言われてる人ね、まあ長口強しとかもそうだけどさ、態度で示すもんね。そこがすごい、だから人気あるんだろうね。証券とかもめちゃくちゃでしょ。奥田瑛二もそうだと思うけどね。あの辺もめちゃくちゃじゃなくてやらない俺はダメですね。俺はまあそういうようになりたいですね。